はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、第3のビール。麦とホップ、の絹の小具です。小麦が優しい冬だけのコク。アルコール度数 6%。小麦バッグが一部使用。原材料発泡酒、括弧バッグが、と、バッグが、違う、大麦バッグがと小麦バッグが、と、ホップと大麦、と、スピリッツ、括弧大麦、です。リッチゴールドバッグがと、ゴールデンアロマホップ、一部使用と書いてあります。これは冬だけの限定醸造みたいですね。じゃあ乾杯。口当たりが柔らかい。まろやか。まろやかです。まろやか。麦穂。あ、出た。麦とホップのコクの極みっていうなんか紫色の、なんかキャンペーンのでしか手に入らなかったやつなんですけど、それが11月の25日に発売するらしいです。あと1ヶ月か。やっぱ出たか。絶対出ると思ってた。キャンペーンでしか手に入らないとか言ってさ。嘘つけて嘘つけと言いたい。コクの極みか。数量限定だって。あと1ヶ月ですね。ちょっと楽しみで。札幌、このブラウンベルグも、ホワイトベルグとの違うやつも出るみたいです。ゴールドベルグうまかったけどな。あれな。もうなくなったけどね。ゴールドベルグうまかったな。言うてこれそんなにうまいっていうほどでもないですね。なんか別に。対して。まあでも麦とホップは、まあ安定した美味しさがあるよね。
赤が一番うまかったかな。香りも強かったし、まあ黒も美味しいんだけどね。まあ、まあでも札幌の第三のビールっていうとやっぱり基本的に、麦とホップ安定して美味しい。普通のやつもね、普通のザ・ゴールドも美味しいんですけど、安定して美味しい。安定して美味しいですね。まあ、第三のビールで、一番美味しいのなんだろうね。なかなか難しいですね。第三のビールで、あ、金麦か麦とホップ、まあでも金麦もうまいんだよな。金麦か麦とホップのどっちかかな。あ、炭切、あの炭切りもうまかったよね。あ、炭切りもうまかったな。なかなか決めづらい、がたいですけどね。多分、喉越し生はない。あ、クリアサヒも美味しいですね。安定して美味しい。クリアサヒも案外美味しいんだよ。結構喉越し、喉越し生はまずい。はっきり言うと、喉越し生まずくなった。前美味しかったんだけどね。あのね、なんか、ものすごいまずくなった。ので、まあ、まあ、そんな感じですかね。安定して、やっぱり、金麦と麦とホップは安定してうまい。炭切りもうまい。クリアサヒもうまい。だから札幌だと麦とホップ、アサヒだとクリアサヒ、キリンだと炭切り、あとなんだっけ、サントリーだと金麦っていうこのね、五社札幌、サントリー、キリン、アサヒ、あ、4社、で、安定して、こう、その、うまさがある。安定したうまさがあるんで、その会社、まあ、やっぱ若干違いはあるよね。まあ、それがまた面白いんだけどね。第三の B は、美味しいです。
まあさすがに普通のビールには、うん、かなわないけどね。まあ、ということで、ございます。コク、甘み、うん、まあこれはまあ、まあ、3333で少しありがとうございました。